宇宙ステーション加工施設にあるノード STA ノード4国際宇宙ステーションに追加が提案されているモジュール、ドッキングハブシステムとしても知られる。NASA は2013年の末に打ち上げることができるように40ヶ月での設計開発を検討している。ノード4はもと ISS のノードの構造試験モデルとして製造され、試験終了後にノード1となる予定であった。 しかし、製造中に構造に設計上の問題点が見つかり、製造中だったノード2がノード1に名称変更され、STA はケネディ宇宙センターに保管されたままになっていた。その後、ISS のノード4として、ハーモニーモジュールの全部にドッキングするコンセプトが提案された。スペースシャトル計画が終了したため、ノード四の製造と打ち上げの決定は不透明になっていたが、 NASA によると、アトラス分やデルタ4ロケット等の E ラブで打ち上げられるように、設計変更が行われ準備が行われている。2011年12月、ボーイングは、ノード4を探査ゲートウェイプラットフォームという新しい宇宙ステーションの中核部として使うことを提案した。ISS で建設した後、スペースタグを使って、地球と月のラグラン受点に移動するコンセプトである。 このプラットフォームの目的は、スペースローンチシステムの最初の2回目の打ち上げ後に、試みられるであろう最使用型月面着陸機による月面着陸ミッションを支援することであった。また月ミッション用に計画されていた L1 点に、設置される推進薬貯蔵庫の必要性も満足させることが、できる。探査ゲートウェイプラットフォームの他のモジュールには、エアロック、国際モジュール、 多目的補給モジュールを基礎にした荷重モジュールなどが検討されている。ありがとうございます。